はい、自宅リングおじさんでございます。よろしくお願いしますね。最近は何人かの方にコメントもちょっと書いていただいてまして、非常にありがたく思っておりますね。ということは見ていただけてるんだなと思いまして、ちょっと皆様のお力をお借りしたい、そんな動画でございます。はい、今回ですね、この2冊の書、博多大吉先生の著作年齢学序説と筋肉マン18巻との間に整合性の問題があることを皆様にお伝えしたい。まずは年齢学序説の該当部分を読みます。実を言うと、劇中に登場する超人ケンダマンを描いたのは偶然にも相方の同級生なのだ。まあ、相方っていうのはあれですね、鶴屋花丸さんでございます。はい、次はケンダマン初登場のページを確認します。で、じゃあ実際この筋肉マン18巻ですね、ケンダマンが登場するページを見ると、ケンダマンの作者っていうのは大阪府の子なんですね。あの博多を体現する鶴屋花丸さんこと、博多花丸さんですね、岡崎光輝さんですね、岡崎光輝さんが大阪にいたっていう事実は多分ないと思うんですね。もしかしたらこの大阪の方、けん玉を作った方が大阪でけん玉を作った後に福岡に引っ越ししてる可能性っていうのもあるかと思うんですけども、どう考えてもこのけん玉の作者と博多華丸さんが同級生ってことは僕はないと思うんですね。謎です、筋肉マンの謎ですね。これをもし知ってる方がいれば、何か知ってる方がいれば教えていただきたいなと思ってる次第でございます。はい、最近ハゲてきたんですけどね、よろしくお願いいたします。はい。